リージェンツ運河の拷門カムデンタウンは、ロンドン中心部カムデンロンドン特別区にある地区、ウェストミンスター区にまたがるリージェンツパークの北側に位置する。1974年からリージェンツ運河のそばに立ち並んでいた倉庫群が改築され、工芸家や様々な芸術家たちのアトリエ等となった。現在、地下鉄、カムデンタウン駅と運河にまたがる区域で週末に開かれる。 露天使が人気である。カムデンのカムデンロックマーケットが有名だが、このロックとはリージェンツ運河の水位を調節する校門のこと。ステーブルズマーケットの建物は、かつて運河でナローボートを牽引した馬たちの病院であった。カムデンハイストリートには、1970年代頃からパンク、ポストパンクのゴスファッションのテンポが溢れる。ロックバンドが演奏する。 ライブハウスやステージのあるバーが増え始めた。ラウンドハウスはかつて鉄道の転車台だった有名なライブハウスでローリングストーンズやレッドチェッペリンなどがステージに立つなど世界的に有名である。また NY とロンドンにある MTV のロンドン側本店も置かれている。カムデンタウンには5つのマーケットが存在する。カムデンロック。 ステーブルズマーケット、カムデンバックストリートマーケット、カムデンロックビレッジ、そしてインバネスストリートである、ロンドン地下鉄、ノーザン線会場バス。ありがとうございます。